ドレッドロックスを伸ばした、ラスタマン。ドレッドロックスは、ロックス、ドレッド、ドレッドヘア等とも呼ばれ、互いに絡まり合って、ロープのような束形状になった髪型のこと。ドレッドロックスという単語自体は、ラスタファリ運動から発祥したものであるが、世界の様々な文明で用いられ続けてきた髪型である。ラスタファリ運動を行うラスタファリアンにとっての、ドレッドロックスは、 本来は長期間ブラシ、串、髪剃り、ハサミを使用することなく、頭髪を自然に成長させるままにしておくことで、形成される。人工的に作る場合は頭髪を櫛で逆立てて、絡ませたり、パーマをして、三つ編みを絡めてゆくなど、複数の手法が存在する。ドレッドロックスは、簡単に髪を洗えないが、専門の理髪師によって、洗髪は可能である。 ドレッドロックスの最も古い最初の実例は古代エジプト王朝にまで遡る。当時のエジプトの王族や平民は髪型をドレッドロックスにしたり、またはそのようなカツラを身につけていたことがレリーフ、彫像及びその他の遺物によって明らかになっている。ドレッドロックスのカツラはミイラ化したドレッドロックスの古代エジプト人の遺体と同じくらい考古学の遺跡から出土。 復元されている。スパルタのエフォロイも、ギリシア式のドレッド風の編み込み部屋の髪型をしていた。ベーダの文書群には、書物としては最も古いドレッドロックスの証拠となる、記述がある。これらの起源は、紀元前2500年頃から、紀元前1500年頃ではないかとされているが、正確な年代は不明であり、未だ議論が続いている。 ベーダの最高神シ芝と、その信奉者は、ベーダの文書の中で記述されており、言葉の意味するところは、頭髪を寄り合わせたふさにするということである。この言葉は、寄り合わせるもしくは、巻きつけるといった意味の単語を由来としているとされている。ヒンドゥー教の神話において、シ芝は、地球が破壊されるのを防ぐため、自身の頭髪で強力な、ガンジスの重量を受け止め、 紙の中に、ガンジェスの女神、ガンガーを閉じ込めてしまった。彼女が紙から解放されると、水は惑星に浄化をもたらしたとされる。古代ローマ時代の記述によると、まるで蛇のような髪型とケルト人のドレッドロックスについて記載されている。ゲルマン人、バイキング、ギレシャ人、ナガ族、アメリカ先住民、太平洋先住民、そして少数の修行集団から、 様々な大宗教が当時、髪をドレッドロックスにしていた。さらに、ユダヤ教のナジル人、ヒンドゥー教の聖者、イスラム教のダルビーシュコプト聖教会の修道士、その他もそうであった。また最初期のキリスト教徒も、このような髪型であった可能性がある。中でも特筆すべきは、イエスの兄弟でありエルサレム発の司祭でもあるヤコブの、 記述で彼のドレッドロックスはくるぶしまで届くほどであったという。ドレッドロックスはメキシコの文化の一部にもまた存在する。アステカにおけるしきたりの記述の中で歴史家のウィリアム・ヒックリング・プレスコットは14世紀、15世紀、そして16世紀メソアメリカのアステカ文明のドレッドロックスの進化について言及している。 On the summit he was received by six priests, who's long and matted rocks f l o w e disorderly, d over their s a b l e r o b e s covered with h y d r o g r a p h i c scrolls of mystic, import, they red him to the sacrificial stone.A huge block of jasper, with its upper surface somewhat convex, 黒い毛皮のローブの上に、長くそして絡まり合った髪の房を乱雑に垂れ下げた。 男が、不可解な象形文字に覆われた巻物を運び、頂上で6人の神官に迎えられた。神官たちは、幾分高くなり、巨大な壁玉でできた生贄の祭壇へと彼を、導いた。ウィリアム・ h プレスコット、ヒストリー・オブ・ザ・コンクエスト・オブ・メキシコ・セネガルでは、スーフィズム運動のムリッド教団に存在する、バイファルが、ドレッドロックスを伸ばしていることで有名である。 死子と戦うドレッドロックスのサムソン。15世紀アイスランドの写本。様々な文化観において、同発をドレッドロックスにするという行為には、様々な理由が存在する。それは、深い信仰の現れであり、精神的な信念であり、民族の誇りの表明、政治的な表現、あるいはただ単に、ファッションとして。ドレッドロックスという単語の侮辱的な歴史への、 返答として、ロックスやアフリカンロックスのような代替のための用語がある。ヒンドゥー教の聖者や聖女の間では、ドレッドロックスは神聖なものとされており、頭髪をこのような形状に置くことによって、肉体的な外見など重要ではないということを、精神的に理解しているということの表明であり、世俗的な虚栄心には無関心であるという表れなのである。この、 サンーシンは、その人間が、人生において、ただ単に世間一般社会のありさまに付き従うのでは、なく、精神的な変容を完成させ、世俗的な生活との決別、精神を決定づける、バイラーギャを発達させる特別な、時期なのである。絡まり合った頭髪の公的な象徴は、特別な経験を経て、それぞれの時代において、このように独自に改変されてきた。 芝と芝の豊かな頭髪にまつわる、ほぼすべての神話は、絶え間ない極端な筋欲と生殖の相互作用、影響、そして創造と破壊の要素の結びつき、であるのに対し、芝の頭髪はその力のコントロールを象徴している。19世紀後半に労働者として、ジャマイカにやってきた、レナード・ハウエルの最初の信奉者たちの間で、ラスタロックスがなされていた。 社会から取り残された、ジャマイカの貧困層の間で1930年代頃から、ラスタファリ運動が広まり、ラスタファリアンは、エチオピア帝国の皇帝ハイレセラシエ一世を、崇拝した。ラスタファリ運動のドレッドヘアは、当時エチオピアの国旗の中心に描かれていた、ユダのライオンの象徴であった。ラスタファリは、ハイレセラシエが、 ソロモン王とシバの女王の息子のメネリク一世に、連なる直系の子孫であると考えた。彼らのドレッドヘアは、聖書のナジル人に触発された。ハイレセラシエは1930年4月に、エチオピア皇帝に即位した。多くのジャマイカのキリスト教徒は、ハイレセラシエの体冠式は、彼が目白くで予言されていると信じていた黒い、救世主である証拠であると主張した。 レナード・ハウエル、アーチボルド・ダンクリー、ロバート・ハインド、ジョセフ・ヒバートなどの一部の街頭説教者は、ハイレ・セラシエは再臨した、イエスであるという競技を主張し始めていた。1930年代に大恐慌が起こり、ラスタファリのメッセージがキングストンから、ジャマイカ全土、特にジャマイカの人々が住んでいた貧しいコミュニティに、広まった。後のラスタファリ運動でのドレッドヘアは、 人々とのより緊密な関係を確立した。レゲエミュージシャンであるボブ・マーリーの音楽と文化的影響のおかげで、ラスタファリアンの理想を支持するレゲエ音楽が1970年代後半に人気を博し、音楽界に受け入れられた時、ドレッドロックスは世界中で注目すべきファッションステートメントになった。ドレッドは著名な音楽家、俳優、ラッパー。 スポーツ選手によって使用された。一方、多くのラスタ・ファリアンは、ラスタロックスは、モーセ5書の4番目の書物、民数記の中の、ナジル人の3つの誓いのうちの一つに由来すると、説明している。all the days of the bar of his separation there shall know, レーザー come upon his head, until the days be fulfilled, in the which he separates himself unto the road. He shall be holy, and shall let the, rocks of the hair of his head g o w なじる人でいる間は、頭上にカミソリを使ってはならず、自らの主に使えている間は、彼は、聖なる存在であり、頭の毛髪を伸ばし続けなければならない。民数記録、5、KJV 聖書の中において言及される、サムエル、先霊者ヨハネ、そして、 聖書の記述の中でも最も有名であるサムソンたちを含むナジル人の人生は7本のフサがあり、そしてその頭髪を切られると自らの持つ大きな力を失うという。ありがとうございます。